韓国政府、日本に報復する徴用工で。現在、日本政府が、いわゆる徴用工の問題で、韓国への制裁を検討しておりますが、これに対し、韓国政府が、複数の報復案を検討していることが明らかになりました。現在、日本政府は、韓国に対するビザ発給条件の厳格化や、大使の召喚、制裁関税や、 送金規制などを検討しておりますが韓国が逆切れして報復した場合その報復自体が国際法違反の犯罪行為となりますのでさらに日本が韓国に制裁を課す根拠ができますまたその制裁に対し韓国が報復した場合は再現なく制裁を拡大できるというメリットがございますが まあ日本としては韓国が何か報復をしても大した被害にはならず、自給戦になっても韓国が先に潰れるだけでございます。日本政府には韓国側が検討している報復案について情報収集を行っていただき、こういった報復に対する制裁も準備していただき、韓国政府が懲りて二度と 反日を行えなくなるような制裁を徹底的に発動していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。